コナミは九州場所で優勝した時にヘネシー50本ドンペリみたいなやつ、あれも50本馬製のスナックで400万払って帰った。高野波がさ、まあ、若い人の時でもさ、うん、もういろんな遊びをするわけよ、はい、お前ボトル1本飲んでじゃんけんで負けたら隣の店までだからヘネシー1本もらってこいとか言って、それじゃんけんで負けたらフルチンでとか言ってチンコ手で隠しながらバーって降りていって、で次の見るまで行ってんで帰ってきたりとかさほんで高野波が九州場所で優勝した時にスナック借り切ったの。スナック借り切って、ほんでまあ店もまあめちゃくちゃになったからお詫び料も入れてたけど、いくら払ったと思う、スナックで。だからまあね、お姉ちゃん一人か二人ぐらいしかいないスナックでいろんな人間が来たの、はい、その当時たまたまあの九州に遊びに来てた競馬のジョッキー二人来てたの、うん、福永雄一って知ってる、はい、福永雄一と C が来たのね、はい、そしたらもうほんの20分ぐらいでもう二人とももうみんなに酒飲まされてもうダウン でそのまま福岡のあのホテルにもう送っていったことある、はい、でいろんな人が来たけど、で全部でその飲み代だけでね、スナックだよ、ヘネシー何本開けたか知ってる？20本とかですか？ヘネシー50本安いなんかあの なんていうの、あのそのドンペリみたいなやつあるじゃん、はい、あれも50本、うん、ほんでもう全部いろんなの全部入れて全部で値段で俺半分払うよって言ったのよね、はい、値段聞いて半分払えなくなっていくらだと思う。え、そんな金額っていうのは200とかですか？200、スナックで200払うバカいる？いないです、いないです。スナックで200払うバカいないでしょ、はい、スナックで400払う高級クラブとか高級キャラクラじゃなくてその辺の馬製のスナックで400万払って書いて400って言ったからもう俺もさ、これ50万円で許してよって、50万円お祝いで渡してさ、はい、すっごい豪快なことするんだよまた、うんうん、じゃあ部屋一番はやっぱり高野波さんですか？みんな豪快だったよね。だから高野波の親方でもね、こう叙々苑なんか行かなきゃいいのに叙々苑でね、こう300万払ってみたりとかさ、うんうん、なんかお相撲さんってやっぱりこう金もないけど豪快にやるのがかっこいいみたいなとこあったからね、うんうん、まあでもかわいそうだなと思ったのは、まあ親方に無理やり年寄り株3億いくらで買わされて、それをこう現役の時も給料のやっぱ7割ぐらいはずっと払ったからね、うん、意外とだからそういうとこでこう結構苦しまなきゃいけなくハメになるよね、うん、天下の大関がね、うん、その引退後はどうなんですか？引退後はもうだってもう静かにしてるよ、ね、高野花鍋屋にいての所属で、ほんで大関とかそういうプライドはゼロだから、うん、いつも本場出身になったら若い衆の部屋でいつも一緒にねと、へ、うん、友達のようにしてやってるから本当青森で一回死にかけたわけよ。死にかけた時に俺九州いたわけよ、はい、九州いて福岡ボートにいたわけよ、はい、で当たりに当たりまくってんのにさ、こう予想してるやつがもう1万5000円とか、ね、2万円の馬券をボコボコ取ってるわけよ、はい、でもうそれで電話かかってきて、お前波死にそうなんだから早く来いとか言って言うからさ、いや来いって言ってもだってもういきなり九州から青森の飛行機飛んでないだろうとか言って、うん、もう途中でね、もうボコボコ当たってんのに、俺1回しか当たってなくて、その後電話したらさ、あれから当たりまくって4回連続満州取ったよって腹立つなとか言って思いながら、でそのまま倒れて、そのまま1ヶ月半ぐらい ICU でずっと意識、うん、
で意識飛んでる時に親方が来たらしいよ。あ、親方が来て、で親方がたまたまなんかそのバスかなんかに乗ってて、で乗ろうとしたら、うん、師匠にバーンって叩かれて、お前は乗るとこじゃないとか言ってバーンって叩いて、反対だろって反対に言ったら、うん、一緒に乗ってたら死んでたんじゃないかなとか言って、それはだからそれがなんか親方がこうやってお前を天国に行くところを止めてくれたんだよとか言って、そうだと思うみたい。最後いい話でしたね。いい話だったね、はい。まあ、そんな話で二子山部屋を合併するってことはいいことあんまりないわけですよ、うん、結局気がつけば合併なんだって、うん、3億以上の金で、うん、普通兄弟だったら、うん